はい、どうも、じゃあ今日はね、金映えさんっていうね、配信者が柴田さんとコラボするって話があったんですけど、まあ、それがボツになったっていうことについてちょっとお話をしていきたいと思います。はい、正直ね、金映えさんって、ほんと犯罪行為の動画が多いんだよね。例えば、パンツかぶって名古屋駅歩いたり、人にナンパして迷惑かけたり、警察署の前に行って、大声張り上げ警察に恫喝したりね。もうそういう、すごい迷惑動画が多いわけ。で、もし金映えと柴田さんコラボした場合、金映えって結構犯罪行為で人気集めてるから、やっぱ柴田の評価下がるわけだよ。ほんと今。まあ、炎上商法って言っても、初めは注目を集めるだけなんだけど、やっぱり柴田さんクラスになってくると、やっぱ人気を集めなきゃいけないわけじゃん。その後。だからもう、やっぱ人気を集めるっていうファンを作るってことを考えて、イメージアップを考えた場合、犯罪配信者の金映えと、コラボするメリットはないわけだよ。だからそう考えた場合ね、やっぱ柴田さんの選択はやっぱり正しかったんじゃないのかなっていう話だよね。やっぱそうなっちゃうよねっていうことをすごい言いたかった。ちょ、金映えってね、その動画人に迷惑かけてるだけでそんな面白くはないんだよ。なんていうか、迷惑、人に迷惑かけてる動画を見て何が面白いのって思ったりしちゃうんだよね、俺の場合は。そう。面白いことじゃなくて、迷惑をかけてる奴が、すげえ、みたいな感じでみんな見てるわけじゃん。そういう、人に迷惑かけたりするとこが面白いってみんなどうかと思うよ、俺は。そう、柴田は別にさ、人に迷惑かけてないわけじゃん。そう。そこが金映えとさ、柴田の違いなんだよね。人に迷惑かけずに面白いことをするか。人に迷惑をかけて、注目を集めて陰険な奴らを集めるかって、その違いだよね、正直。まあ、そういうね、違いがあるんじゃないのかなと僕は思ってるんですよね、っていうことをすごい言いたかった。